ちゃんとつぶやいてね、あったら、あった人は、あったよーって。でもまあ順位、私もなんかランクアップして順位の中に入ったよ。80位ぐらいにいるかな今。疑われちゃうから、やってたのかって。やってたんだよ、私お風呂入りながらやってた。だからさ、5分ごとにさ、ドボンタイムがやってくるからさ、5分の間で一つの作業を一回一回さ終えないといけないから、ちょっと私すごい忙しかったんだけど、これ5分って結構忙しいなって。お風呂入んなければよかった。実質5分じゃないしね。3分ぐらいの間にさ、一つどっか洗って終えて、あーってやばい来るって、15秒後に来ちゃうみたいな。危なかったんだから、必死でした。今日のドボンは、必死。またの機会に。明日はダメです、明日忙しいから。パジャーマ、水玉のパジャマです。今日はお仕事で新宿周辺に行ったので、あっと思って、そういえば舞台ってこの辺だよなって、舞台の舞台が。だからちょっとどんな、お昼だからそんなにねあれかもしれないけど、夜の感じじゃないけど、どんな感じなんだろうと思って、ちょっと舞台の舞台見てみようと思って、めっちゃ寒かったけど頑張って行ってみて、ゴジラいました。でもお昼だから大丈夫かなと思ったんだけど、なんか結構あれでしたね、お昼だけどちょっとおっかないなと思ってすぐ引き返しました。ちょっとあーなんかうーんと思って、でもなんかあーって、夜だったらもっとあーってっていう。なんかお勉強になりました。ね、そんなにね、人はってそんなにいなかったんだけど、でもそうですね、なんかこれがネオキッズの世界かっていう感じが、ちょっと雰囲気が伝わってきて、なるほどねって感じでした。龍が如く。でも新宿スワン見たことあるから、でも夜はきっとね、まあ、路地とかどんどん入ってったらあんなにワイワイしてないかもしれないけど、でもああいう感じなんだろうなーっていう感じした。やったことないけど、あでもあれとか見たことありますよ、キムタクさんが主人公のゲームを誰かがプレイしてるやつを
YouTube で見た。他にもあの俳優さんとかがゲームの中で出られるやつ、誰かがプレイしてるやつ面白いみたいな感じでプレイしてる、あの一般の方の、そう実況動画、そうそうそう、そういう感じのを見たから、そう夜の街ってああこういう感じねっていうのは。あれ面白そうですよね、ゲームでやる分には。知識がもうゲームと映画ぐらいなんですけど。わかる、それ面白いよね、わかる。そうだから今日見てきたものをなんかこう踏まえての、ああこういう感じの世界観でこの人たちは生きてるんだっていう、はい、そういう感じでした。貸した奥に写真を送った、こんな感じなんかなって、ちょっと今そう来てみたよって下奥に実況した。新宿は結構行かれますか？私はお洋服を見に行ったりとか、うん、それであの新宿駅の本当に線路の近くのお店、ルミネとかああいうところはよくお店ね、お洋服見に行ったりするけど、あんまりねその辺の近く、あそこも結構ね駅の近くだなと思ったけど、なんか別世界だった。ちょっと歩いてみたりすると、私なんかそこに歩いている人たちも道路ちょっと越えただけでなんかわーっていう、あちょっと違う感じするなーっていう感じで、きっともう少し日が落ちたらお店に働きに行くのかなーぐらいの。もう少し大人になってなんか守ってくれる人とかがいたら夜はどういう感じになるのか、なんか見学してみたいなって思った。見学契約はやばい、もう飲み込まれるってどういうこと、そんなに大変なの。大人の見学すっごい止められるんだけど、そんなに結構大変なざわざわしたところなんですね。ざわざわ。え、みんな何してたの今日？何してた？逆に暇してたって聞いてちょっと安心したけど。本当？あら、そうなのね。
ね、ほんとね、仕事の方多いね。ああ、それぞれですね。あ、ナナさんの見てきたな。ミッサンもやってるよね。私は予定より早くお稽古できそうになるので、はい、頑張ってきます。台本は今覚えてるとこですね。台本もらえるのですね。みんなもらえるんだよね。でも本当にさ、そういうのってとがきみたいなのもあるの？本当にセリフだけ台本もらえるって。あー、セリフだけなんだ。じゃあ誰々が誰々どこに入っていくみたいな、何々何々するみたいな、そういうのはないんだ。ドヤホンもだったら俳優ごっこする？やりな。じゃあ今度お話し会で見せてね。私の書き込みが入ったバージョン？汚いよ私の。すごい汚い。付箋とか使えばいいのに、使わないで直で書きます。私はもう汚いです。私の自分にしかわからないマークがたくさんある。みんなには解読不可能だよ。寝起きっぽい。違うもん、これから寝るんだよ。なんか多いです、多く感じます。すごく今までも多かった。あ、ねえ見て見て、フライヤー、フライヤーって言うんだっけ、もらった、この間行った時で。でもさ、なんか結構もらったんだけどさ、誰にあげればいいんだろうこれね。欲しい？あげる。サイン入れるかと思ったけど、サイン入れられないぐらい派手派手。セリフいっぱい？そりゃ見てからのお楽しみ。だ、すごいです。なんかね、2つバージョンがあるってことで、でもまだ片方のバージョンしか知らないんですよね。りんちゃんかっこいいって言われた。え、今の私？あ、違うか、今のフライヤーのやつか。もらってないんだけど、なんかもう一つのもどんな感じかみたいなやつはちょっと口頭で聞いたんだけど、なんかおもろでした。おもろな感じです。今はですね、なんかとりあえず動きをつけてみようみたいなことをしております。セリフが入っていなくてもちょっと見ながらでもいいから、このセリフの時はこういう動きをしましょうみたいな感じのことをしていますね。酒は入っていますか？今日入ってません。なんでないよ。はい、今そういう作業をしております。
あとお歌の譜面ももらってたくさんお歌を歌ってます。でも歌稽古はまだ全然してないから全く。声の音量頑張ってください。わかりました。声の音量頑張ってくださいって言われたので頑張って大きい声で話します。任しとけ。ミュージカルなの？そうですね、ざっと音楽劇って言ってるので多分そういうことだと思います。音量無理しないでね。はい、落ち着きます。ボリューム気をつけてくださいね。急に大きくなりますよ。覚えなきゃ。終わりにしようかな。もそんなね、バッコンボッコンするやつじゃないんですけど、なんかまたあざ作ってます。バッコンボッコンしないですよ。ないんですけど、なんか膝痛いです。痛い。なんかあざが。膝つく時の加減を知らないからいつもそうなんですよ。なんか無駄に無駄な技を作ってます。知らぬ間に攻撃。いや、全部自分のせいなんですけど。稽古中の髪型決まったの？え？稽古中の髪型？うん。いつもフリースタイルでやってるよ。バサバサですいつも。カービィの上に座らないで。座ってると思うじゃん。座ってそうじゃん。座ってないんだよ今日。いないです今日カービィは。今日は舞台のダンス何かな。何かな。何のダンスかな。ゴリゴリに踊りました今日は。何でしょうか。アイメイク可愛かった今日のせたやつ。あれ今日撮ったやつかと思うじゃん。あれ MV 撮った時の写真なんだよね。え、そんな前なのって去年のなのってね。え、そう。今日じゃないんだよあれ。あ、なんかそういえば載せてなかったなーと思って謎タイミングで載せたんだけど、去年ですあれは。今日じゃない。騙された。その調子です。皆さんよく騙されてくれましたね。
飛ぶん分かってた？30% ぐらいですかね。粛清します、帰り討ちにしてやるわ。ドボンまたやってほしい、時間見つけたらまたやるね。やるやる。長いとね、髪触っただけで髪がね抜けるのよすごいすごい抜けちゃうの。えいえい。特にシャンプーした後って、私長いからさ、めちゃめちゃ抜けたみたいになっちゃう。お掃除大変なの。時間何で見てた？これで見てた。お風呂に持ってったの。あー危ない、足を机に乗っけてやってるから泳ぎ悪くてね、すみませんね。前髪もちょっと、そうですね、長めです。ちょっと伸ばしてみてます。今髪どうなんだろうね。やっぱ私はな、今別に何もする必要ないんじゃないかと思ってるけど、あのビジュアル的にもあれで撮ったし、これで良いでしょうって思ってるけど、何もなければこのまま。毛量すごい。え、本当？嬉しい。モハモハに見える。そう見えたくてつけてるの。え、よし、ちょっとやばい。覚えよう。頑張ろう。ドボンありがとう、みんな。またやるからね。いやでも今日は偉い、早くお風呂入って、明日頑張って早起きしよう。偉いぜ。終わりにする。ちょっとやることあるのでやってきます。ありがっつ。じゃあね、おやすみ。みんなも早く寝るんだよ。じゃあね。突然の終わり。